ちょいちょいね、トールがね、カンペ出してるんですね。はいはいはい。コウスケさんのもう投票に行くメリット。うん。今回だからやっぱり、まあもちろんほら、投票に行ってほしいって、ね、コウスケさんは思ってるじゃないですか。はいはいはい。なんかそれは、なんだろう。なんでかっていうか、なぜどういう気持ちですか、それは。まあ、今の状況が、なんか、良くなるためのアクションって何なんだろうって思ったら、やっぱりこれなのかなってすごく思うんですよ。で、今の、まあ、政権がありまして、ここどうなんやろうとか、この面に関してはちょっとやばいよなって、思ってる方いっぱいいると思う。あ、じゃあそこを先に聞いた方がいいんだ。今、江守さんは、その、どう思ってらっしゃいますか？その、今の政権とかに関して、まあ、言える範囲内でいいですか？はいはいはい。何でも言います。何も、守るものはないおじさんなので。だから、まあ、例えば、このちょっと、数字を改ざんする、ごまかし体質とか、隠蔽体質とか、まずすごく問題だと思いますし、公文書に関する扱いが雑すぎるのはすごく問題だと思いますし、で、やっぱり、多様性というとカッコつけた言い方になるんですけど、そこへの理解が圧倒的に僕足りてないと思うんですよ。それ今の政権が。そうですね。でも例えば、僕公文書の話をするとね、はいはいはい、僕いつも思うんだけど、いや、政府だけじゃないじゃんって。民間も思いっきり隠蔽するやん。はい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 。で、それって、その体質って政府だけのもんなのって、ちょっと思ったりもすることがある。確かに今の政権はひどいけれども、なんか我々の中にもその根っこないのっていうふうにちょっと思ったりするから、その、よく公文書改ざんに対して、こう、なんかないのかっていうね、その政治家として。いや、それはもうとんでもないと。もう要するに、例えて言うと、医者が体温を動かすようなもんじゃん。公文書を動かしたら。はい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 、もう何の、要するにこう、処方箋をこう、打てなく、かけなくなるから、もう本当に最低限当たり前に、それはもちろんやんなきゃいけないことなんだけど、でもそれの根っこって、なんかこう、なんか我々の中にもしかしたら脈々とあって、それこそ大本営発表みたいなのも、はいはいはい、その、まあその悪いニュースをこう隠して、ごまかして隠蔽してっていうことは、で、それにマスコミも要するに加担してっていうことを昔もやってたわけです。はいはい。それが、変わらないっていうこともあるんじゃないかなっていうのにちょっと思ったりするね。だから、その、なんか、もっと根が深いことがあるんじゃないかなと思ったりも。まあ、必ずしも現政権だけのものじゃないよという目線は必要だと思います。そういう気もする。なるほど。まあ、まあ、それはちょっと話するじゃん。いやいやいや、いやこの目線も必要だな。今のその、なんかこう。まあ、今僕が言おうと思ったことを続けて言いますと、まあ、例えばこの、子供最低3人産んでほしいとかいう発言もあるじゃないですか。ああいうのとかも、例えば、産みたいけど産めない人とか、産めるけど産まないという選択を した人とか、多分いろんな考え方の人がいるけど、そこへの目配せみたいなのはなく、かつ、失言防止マニュアルみたいなことを言って、あれね、あれね。あれって思っててもええけど、言ったらあかんでっていうマニュアルじゃないですか。いや、あなたが思ってることをどう世間と合わせて、すり合わせていきましょうという、汚い、臭いものに蓋の、ええ蓋買ってる感じなんですよ。だから汚いものをそもそも一回取り替えようぜという発想ではないところとかを、一旦誰かが叱って、なんか、やっぱこれってちょっと、今の国民の感覚違うんだっていうのを、なんか、現政権に突きつける機会っていうのは俺必要だと思ってて、それが今回の参院選になればいいなと思っているんですが。で基本的に今の現政権に対しては、まあ、なるべくこう違う政権をね、そろそろもう作っていきたいという、そういう考え。もちろん、でも今回の参院選では変わらないじゃないですか、政権は。まあ、政権交代とかね。だから、僕ね、必ずしも自民党を絶対変われと言い切ることもできなくて、期待してる人もいっぱいいるから、でも、今の自民党は多分あかんとは思うんです。だから、自民党を本当に応援してる人ほど、今、お前こういうところ批判されてるんやから、ちゃんと見直せよっていう機会にしてもええなと思うんですよ。だから、もっといい自民党になってほしいという気もします。だから、とりあえず今のやり方って、反発受けてる部分いっぱいあるんだなっていうのを気づいてもらうような一票
の投票行動になったらええなとは思ったりします。なるほど。はい。